村上義満は戦国時代から江戸時代にかけての武将。因島村上氏の第六代当主。父は村上直吉。妻は野見宗勝の妹。又三郎、新倉人。弟に村上義忠、村上良康氏。第三代当主と同盟である。因島村上氏は野島村上氏と。 来島村上市に並ぶ瀬戸内海を支配した海賊州で、父、奈吉の代より、毛利氏に近い立場にあり、天文24年の五福島の戦いの際、毛利、小早川氏から火星を求められ、重心、末永慶堂率いる因島村上水軍を派遣し、小早川水軍の一翼を担い毛利方の勝利に大きく貢献した。その後も毛利、小早川氏に属し、 工事元年から工事三年にかけての傍聴を計略では関門海峡を封鎖するなどの活躍をした。また、工事三年1月12日に小早川高景から新倉人の関与を与えられた。大友氏との戦いが始まると、A64 年の文字城攻防戦で、のみ胸勝の指揮下で大友軍を撃退した。天正年の第一次口の戦いでは、奮戦し、 織田水軍を壊滅させ、兵糧米を石山本願寺に運び込むことに貢献した。天正10年に、来島村上市の来島道房が、小田方に降った際にも毛利方に泊まり、毛利輝元から、須王国津の軍内の四百国、須王、長門の自社半税のうちの五百官などを与えられた。吉光には、子がなかったため、弟、村上良安氏の子、 影高を養子に迎えたが創生したため、その弟の吉草を公子に迎えている。関ヶ原の戦い後、毛利氏の原宝に伴って、長戸国へ移住したが、治行は1800国しか与えられなかったため、当主の村上元光と別れ、因島へ戻り道地で没した。法名は、明清寺殿、英中、明春。ありがとうございます。